睡蓮の置き飾り。こちらの動画では、葉っぱ兼置き台ですね、飾り台の作り方をご紹介していきます。では早速作っていきます。まあ、折り紙を6枚使用します。まずは1枚を、半分にまずは折ります。で、折りましたら手前の方をこのように折り返して、で、折ります。そうしましたらさらにこれをまた手前の方を半分に折ります。折りましたら裏返しまして、上下を変えて、こちらの方もですね、同様に半分に折りまして、で、またさらに半分に折ります。で、折ったら開きます。はい、開きますと、このようにですね、バラバラな状態になってますんで、これを蛇腹折りに直していきます。はい、蛇腹折りに直しました。で、そうしましたらこれをもう一回このように畳みまして、で、今度はですね、これを真ん中あたりですね、このように折るのですが、この時にですね、上の部分、片方ですね、これを上の部分のこの角の部分、角同士を合わせるような感じにして、で、この状態でこの真ん中の部分を折ります。で、開きまして、今度はですね、こちらの方、ここに合わせるようにしまして、この下の部分を折ります。で、開きます。で、今度はですね、反対側も、ちょっとここら辺ちょっと癖を取りまして、で、反対側も同様にですね、このように角の部分を合わせるようにして、で、下の部分を折ります。で、開いて、で、また同様に反対側をやります。で、これを開きます。で、このように折れ目をですね、ちょっとくしゃくしゃになるんですけども、つけましたら、これを一旦開きまして、で、これをですね、一回完全に半分にしてしまいます。で、そうしますと、このように蛇腹の山折り谷折りが、このように交互になってますんで、これをですね、もう完全に合わせてしまいます。はい、こんな感じに合わせました。で、そうしましたら、ここをですね、ちょっと開きまして、で、ここですね、ここと、もう隣のこの山の部分、ここが重なるぐらいのところまでちょっと開きます。ぐーっと開いて、こんな感じですね、このように開きまして、で、そうしましたら、この状態でですね、こう膨らんでますんで、これを手でもう潰してしまいます。そうしますと、このような形のものが出来上がります。これをですね、残りの折り紙でも同様に作っていただければと思います。6個同様に作りましたら、これを接着していきます。こちらにですね、横の方にボンドを塗りまして、で、もう1枚をこの同じような向きで貼り付けるのではなく、これ、反対側ですね、このようにしまして、で、こちらの白いところに貼り付けるようにしますんで、ちょっとここ開きまして、で、この末端同士をちょっと差し込むような感じにしつつ、この方を貼り付けます。そうしますと、このように綺麗な蛇腹状態で貼り付けることができます。なので、こちらも端っこの方にもう一回ボンド塗りまして、で、もう一枚はこうですね、片方白なので、上の方が緑色の方。で、もって、ここをですね、上の緑の方ですね。で、これを、ここの部分をですね、この中の方に差し込むようにしまして、で、接着します。はい。このようにしてですね、残りも、貼っていただければと思います。6枚全部つなげましたら、今度はですね、こちらの、背の低い方ですね、ここの、蛇腹のこの間、ここにですね、ちょっとだけボンドをつけていただいて、で、閉じて、で、ここの部分だけ接着するというのを、ちょっと手間ですけれども、ちょっと全部やります。はい、こんな感じで、片方にボンドを塗りました。これはちょっとくっつくのを待ちます。真ん中がくっつきましたらですね、この末端の方の、この中心というか、背が低い方ですね、こちらにだけちょっとボンドを塗ります。
まあ、こんな感じですね。でそうしましたらこれをぐるりと開きまして、でこちらの方を接着します。でこうしますとちょっと裏の方が見えてしまいますんで、まあ、最後の部分だけですね、ちょっと上の方、裏の方が見えないように、まあ、ここの部分をつなげてしまいます。はい、こんな感じで、葉っぱ兼台ですね、これの完成です。いかがでしたでしょうか。まあ、前半はですね花、後半の方は葉っぱ兼台の方をご説明させていただきました。スイレンの葉っぱはですね、丸いけれども一箇所、切れ込みがあるような感じのちょっと特徴的なものでして、で蛇腹だけよりもちょっと段差があった方が、飾るときにこうやって、まあ、見栄えがちょっと変わるかなと思いまして、このように作ってみました。でですね、まあ、こういう4分の1サイズの折り紙で作ればこんなちっちゃい葉っぱも作れます。でもちろんこの、葉っぱの上に乗せるだけじゃなくて、こうやって横に置くのもいいのかなと思いますんで、まあ、お好みのやり方で飾っていただければと思います。もう変わった形ですので、まあ、目は引くかなと思います。では今回ですね、スイレンの置き飾りの作り方をご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。